CGS をご覧の皆様、こんにちは。キャスターの神谷宗平です。本日も藤井聡先生と共に、じっくり学ぼう政治の哲学をお送りしていきたいと思います。藤井先生、よろしくお願いいたします。はい、はい、どうも。よろしくお願いします。前回は、非常に印象に残った、太陽と洞窟の話を、お聞きして、すぐ私も勉強になったんですけれども、はいはいね、今日は、そのお話の続きを、続きがね、お話ししようかなと、この間お話ししてたのは、その太陽と洞窟の比喩で、まあ、普通の、一般ピーポーの人はずっと影を見てぼーっとしてるけども、なんかどっかわからないやつがピッと後ろを向いて真実を知ってしまって、はい、これ単なる影やっていうのも分かったけど、みんな無視されると。はい。まあそんなお話をね、差し上げましたです。まあそれが哲学者というものであって、であると同時に、いかに我々日常において、もう幻想というか、虚偽というか、虚構の中でまみれて生きてるかということを、まあ暗示してる話でも。はい、まああるんですけども、でそういう哲学者こそが、まあ政治をやるべきだ。今はこれが、鉄人統治説というお話でこの間申し上げましたが、今日はですね、はい、その鉄人統治説になる、その瞬間の話を、はい、瞬間の話をしようと、はい。瞬間の話、はい。僕ね、すごい好きな言葉でね、この本でも何回か引用したんですけど、プラトンが、はい、こういうことを言うわけですよ。哲学者というものは、真実を知る人間だと。で、彼は真善美が、好きなので、はい、それをこよなく愛しているので、その政治のね、はい、なんか政局の猿山の論理みたいなね、話とか、なんかもう嘘にまみれて、なんか人を騙してなんかやっていくっていうような政治の世界っていうのは一番嫌いなんですよ。はい、もう見るのも嫌やし、もうちょっともう3メートル、5メーターだけ、もう嫌やみたいな。恐ろしいと。テレビで2秒見るだけでも白鳥になるみたいな。はい。もう、それはもう美意識があると、もう、よりそうなって、もうすっごい嫌、もうなんかね、はい、おるやないですかって言うてもあれですけど、まあそういうのもう本当に嫌に。なんかこれも哲学者の定義なんですけども、はい、にもかかわらず、そういう人に政治をやってもらわなかったんですね。はい、これはもう、いやいややってもらうしかないんですよ。はい。いやいや。はい。だから政治というのは基本的にいやいややるもん。はい。で、その時に誰にいやいやさせられるのかっていうと、はい、これはね、その問題を解かないと、この鉄人統治説は成立しないわけです。はい。嫌なんだけど、その嫌なことをやる。はい。その時にこのプラトンのね、ソクラテスの口を借りて言ってるセリフはこうなんですよ。はい。メイメイが支配の地位につくこと、万やむを得ない強制と考えて、そこへ赴くでしょう。こういうんですよ。はい。だから、もう、嫌なんだけど、もうしゃあないわと。気ぃついてしもたわと。はい。もう死ぬほど嫌なんだけど、万やむを得ず、もうしゃあないとは、はい。いうふうに行くんですよ。こう、はい、こっち向いちゃった責任が出てくるわけ。はい、こっち向いたらこっち向いて、で、外を見たら外を見ただけの責任があって、で、そこでもうこっち向いて騙されてる奴がいて、ここでもう不幸でこう、なんか、ズブズブでなっとる奴らがもう、それを見て、見るに見かねて、もうしゃあないなぁ、と言ってこう行くもんなんですよ、はい。で、それと同時に彼が言ってるのは、そういうものであって、政治というものを好き好んでやる奴はおかしいと。はい。そんなものも気づいた人間がもういやいや始めるものであって、はい、なりたいってなる奴が、これちょっと、どうよお前ということを、うんうん、これプラトンが。はい。言ってるんですよ。はい。で、この、なんて言いますか、ものすごい超絶な責任感があって、初めて、その、鉄人統治説っていうのが成立するんです。はい。だから、太陽と洞窟の比喩、プラス今申し上げた、万やむを得ず感覚ね。はい、うん。この二つでもって、鉄人統治というものが、成立をするわけですよ。で、これがね、ここの点はね、なかなかね、引用されることが少ないんですけど、はい、でもこれすごい重要なことで、で、はい、なんでかっていうとね、これ考えると、この裏でお話しさせていただいている強い日本を作る、はい。あれでね、第1回で中小企業の問題をこれ見たらね、はい、で、真実を語ってるわけですよ。はい、で、普通の人みんな知らないですよ。はい、バーゼル規制がどうやったか、グローバル化でどうやったか知らない。あるいはその石油、苫小牧の石油タンクが火事になった時にね、これ1個消すのに、全部の薬剤使うだとかってね、みんな知らないですよ。知らない、一般の人はね。知らないですよ。はい、でもまあ、気づいちゃったわけですよ。はい、今聞いてる人も聞いちゃったわけですよ。聞いちゃいましたね。聞いちゃいましたよ、皆さん。大丈夫ですか？はい。普通し、まあ、前の話ですよ。はい、前の、まあ、しょうがない話ですけど、はい、知っちゃうわけですよ。はい。でも新聞とかには全部こう、なんか、まあメディアとかには、なんかこう影を見さされてるわけですよ。はい、それでもうな、ブロイラーのになんか飯食わされて、なんか、あとこう、なんていうところで気づいちゃうわけですよ。はい。気づいちゃったら、こうね、なんていうかもう、しゃあないみたいな。はい。しゃあないみたいな感じがこう、
あるんですね。はい。それがね、この、鉄人投資鉄の番屋燃えずっていうところだなと思うんですね。はい、うん。いや、本当にそう思います。だから私も龍馬プロジェクトでやってますけど、なかなか全国回ってもですね、仲間が見当たらないと。で、逆に政治家じゃない人とか、経営者、そういうと中小企業の経営者ってかなりハードにリアルに来てはりますから、現場でね。あ、そうですね。こういう人政治やってもらいたいなと思うんですよ。真実を知ってるから。知ってるから。で、言うんですけど、基本的に皆さん嫌です。うん。市長やってくれますか？嫌です。議員やってくれますか？嫌です。僕は政治には関わりたくないと。うん、で、まあ、罵倒されることもありますよ。もう政治家なんてダメだから、お前らと付き合いたくないっていう人もあれば、偉いって言ってもらうこともあるんですよ。ようこんな世界でね、神谷さんやってますねと、若くてね、そんだけバイタリティもあった他のこともできるでしょうにと、なんでですかみたいな話をしてくれる人もいらっしゃるんですよ。でも、本当に今日の話はもう僕もスコーンと落ちるんですけど、ね、よくね、神谷さんがおっしゃってた、その外国に行って、はい、ね、スイッチ入って、はい、もうなんか始めてしもうたみたいな。はい、なんかね、政治っていうのはなんかね、そんなんやと思うんですよ。はい、なんかもう始めてしもうなってしもうたみたいな、ね。はい、うん。その感覚が、いや僕ね、でもそういう感覚をお持ちの政治の感覚だってたくさんおられるなといつも思います。で、それはね、まあ、こう別に弁護するわけじゃないですけど、2000議員ですらそういうことだったりしますよ。うん、なんか嫌やなと思ったら、ある一つでやっぱりやらなあかんやとこう思ったりとか、はい。お父さんのね、本当の思いを知ってとかっていう方いらっしゃいますもんね。だからね、名誉欲、権力欲のために政治を始める奴は絶対に許したらあかんないですよ。はい、もう絶対に許せないんですよ。もうこれはね、鉄人統治鉄の本当の逆なんですよ。もうそれは、もうね、そんなことを言う奴を許してる奴を僕は絶対許せないです。うん、その本人も許せない。それを許してる奴を許してる奴も許せないです。それを許してる奴を許してる奴を許してる奴も許せないです。うん、それくらい憤りを感じる話なんですね。はい、で、まあそれがまあ、まあ鉄人統治鉄というものを、はい、だと思うんですね。うん、まあ、ぜひですね、皆さんもですね、はい、政治家っていうのはそういうふうになるもんなんやなっていうのをこう、うん、知っといてもらいたいと思いますし、はい、で、それぞれ政治家の中には、その政治家のドラマの中でそういう瞬間ってあった人もいると思うんですよね。はい、で、ぜひそういうドラマがあった人を我々支援しないと、うん、まあ、いけないし、はい、で、そして、支援する人間がいなかったらもう出なしゃあないですよ。はい、で、その、逆に、で、そのことを願意してるわけですよ、これは。はい、万やむを得ずですからね。だから、千やむを得ずじゃないですよ。うん。万なんだからもう、いや、まだなるべきじゃないと。はい、いや、まだ応援できると。いや、これはもちろん、まあ、これはもう言うだけでもまだいいけど、怖、はい。万なんですよ。万までね、やり尽くすみたいな。はい、まあそういう、そのバンっていうのがどのタイミングで来るかっていうのはいろいろあれですけどね。はい、それ人それぞれですから、そこでポッといつ渡るのかは別ですけども。政治家というのはまあ基本的にそういうもんなんだっていう。政治というのは基本的にそういうもんなんだっていう ね。知ってしまったらもう仕方がないみたいなね。で、始めちゃったら抜けられないんですよ。責任が生じちゃいますから。そうそうそう。それはそうです。もうだから一回だって渡っちゃうわけです。もう仕方ないです。だから、大向いたらもう、それはもう、仕方ない。そうなんですよ、ね。大向いたら。いや、僕、なんか、国政も出てね、やりたくてやりたくて仕方ないやな、みたいなこと言われるんですけど、だいたい月1回ぐらいですね、もうやめたいと思ってるわけですよ。正直言うと。けれども、それも今までやってきたこととか、自分が言ってきたことを振り返れば、ここはやめたら、これ嘘になるやろ、ということで、もう一回把握してもらって、まだ行くわけですけど、まだ1ヶ月ぐらいちょっと気持ちが慣れてですね、あ、もうやめたいと、いうのと繰り返しですね。まあ、バンやむを得ない状況になったら、やめはるのも一つやと。まあ、一回引くという。引くですね。まあ、だって、政治家になることだけが政治をやるってわけじゃない、ね。そうですね。先生も私は、バッチはないですけども、政治をされてると思いますし、そういうやり方も ね。やり方も。はい。いずれにしても、その鉄人都市鉄っていう理念は、この政治を考える上での、もう最重要ポイントになる。はい、最重要項目だっていうのはね、ぜひね、じっくり学ぼう政治の哲学を聞いた皆様はこう知っちゃったので、こう知っちゃった上で、はい、いろいろと考えていただけるといいんじゃないかなと思います。なるほど。これもプラトンがもともと。そうですね、プラトン。そうですね。ソクラテスの口を借りてプラトンが書いてる話ですね。はい。はい。はい、また私も改めて勉強したいと思います。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。CGS をご覧の皆様に公開収録のお知らせです。次回の公開収録は8月29日夜の7時から、
わなび場333上会議室5階におきまして、倉山満先生とともにじっくり学ぼう日本近現代史の公開収録を行います。毎回たくさんの方々にお越しいただいて非常に盛り上がった公開収録になっておりますので、ぜひ皆さんも会場の雰囲気味わってみてください。よろしくお願いいたします。